どんともゆきーチャンネルよ、よこそどうもーもともゆきでございます。はい、というわけで、今回はですね、この可愛らしい、美味しい姿のパンダの姿になってやっていきたいと思います。まあ、無論、そんなわけないんですけどね。はい、というわけで、どんパンダのケーキの可愛い美味しそうに対して、汚いまずそうでやっております。ともゆきーチャンネルよ、よこそどうもーもともゆきでございます。もちろんですね、ご安心く、ダンス おっと失礼いたしました SNS やバインで大人気の大介出ちゃいましたけども、まあ、ケーキの方はですねバッチリ美味しく平ら、えー、げさせていただきましたんで大丈夫です <noise> ってな感じで早速本題に入りましょうタイムというわけで今回はですね岡山発のアイドルユニートフィールネモさんも出演した広島6ドル尺取バトル4広島恋ラジ公開収録に行ってきた感想レポートそして結果発表なんかを言っていきたいと思います Hey、yo, この程度の早口ラップやってるからおってモもノの俺のものもお前のものもここからの時間つまり尺も全部俺のものイェーもうめんなさいねついついともゆき AKA ケンパチのラッパーとしてのスキル出ちゃいましたけどもまあですね僕なんかのラップできるようアピールラップやってるんですアピールでですね余計な尺を取るわけにもいかないんでですね僕のラップについて気になった方はです、ね、動画説明欄概要欄そしてコメント欄の一番上に、えー、URL 貼っておくんでよかったらそっちの方チェックしてみてください といだけで本題のイベントの詳細を説明したいのでいつものようにこのタブレットを見ながらいろいろお話しさせていただきたいと思いますまずはですね改めてイベントのタイトルからもう一度ご紹介させていただきたいと思いますイベントタイトルが「広島ロコドルシャク取りバトル4」 広島小平公開収録という風になっておりまして、まあ皆さんですねシャク取りバトルとか略したりシャク取りシャク取りっていう風に略して言ったりしてるんですけども正式名称が広島ロコドルシャク取りバトル4広島コイラジの公開収録という風になっております。 でこのイベント自体がこのフラワーフェスティバルという大きいイベントがあるんですけどもこのイベントの一つのワンコーナーというかこの企画として行われたものでございますでこのシャクトリバトルの場所と日時なんですけども まず日時が5月の3日木曜日の祝日午前11時から午後1時半まで行われまして場所が NHK 広島放送センター前シクラメンステージという場所で観覧無料で行われました。 こちらのホームページに書いてあるイベントの概要を読んでみますと地域で活動しているローカルアイドル通称ロコドルたちがラジオの放送時間をかけて戦うイベント広島恋ラジ広島尺取りバトル4公開収録が今年も開催14組総勢56人のロコドルたちが歌にダンスにパフォーマンスに真剣勝負審査員による投票結果によりオンエアの時間尺を争いますと いう,ふうに書かれております細かくですね補足をいたしますと、えー、アイドルグループさんで言うと、えー、14組のアイドルさんそして総勢で細かいメンバーさんで言いますと56人のアイドルグループさんたちがですね各1組ずつ、えー、5分間 まあ大体曲でいうと1曲分のパフォーマンス5分間の枠で各それぞれパフォーマンスをいたしましてそのパフォーマンスを見て観客の盛り上がり具合を見てその総合評価で審査員6名の方が各それぞれ手持ちの20ポイントずつを評価で 20, ポイント20点満点で評価をしてそれの総合点で競うとでその順位によってですねラジオで放送される尺が 決まって、まあ、もちろん上位に行けば行くほど、えー、得点が高ければ高いほど尺も長くなりですねその得点で、えー、優勝者にはですねラジオのゲスト出演権も、えー、与えられて放送時間もグッとこう尺取りバトルの放送時間で報道される時間もグッと長くなりますよという、えー、それを争いますよというイベントでございます。 そしてイベントの総合司会をお務めになったお3人はですね広島恋ラジのパーソナリティの3人で八田アナ深川アナ森光キャスター。 というわけで、この3人が務めたんですけど、まあえー、読み方が、ね、ちょっと間違ったら申し訳ないなと思うんですけども、このお3人が務めていただきました。そしてですね、まあ、審査員の方も6人いるんですけども、その中の1人がですね、なんと特別審査委員長ということで、平成のぶしこぶしの徳井健太さんも、えー、来ていただきました。 まあですね、僕個人といたしましてはやはりですね、芸人さんとしてそして芸能人としてさまざまなです、ね、日頃からアイドルさんに接したり見たりしてる上で徳井さん自身もですねもののふ「桃色クローバー Z」のファンだということで,ですね、やはり、まあ、特別審査委員長の名にはぴったりなんじゃないかそのポジションには適任なんじゃないかと思っております。 さて、ここからはですね、皆さんお待ちかねのこのイベントの主役アイドルさんたちの紹介をしていきたいと思いますまあですね、一応名前を読み上げるだけというふうにはなっているんですけども、えーまあ、50音順でパフォーマンスをした順に読み上げさせていただきたいと思いますまあね、お名前をちょっと、ね、間違えたり読み方を間違ったりしたら本当に申し訳ないと思いますあとね、声、まだ。 枯れたまま治ってないのでよかったらですねそれもご了承いただいた上で、えー、ご覧になっていただいたらいいかなと思いますじゃあ早速ですね一組目から読んでいきたいと思います一組目が悪女時代さん二組目がアニマルビーストさん三つ目がカラフルボムさん四つ目がキツネでコンコンさん五つ目が清木桜のごとくさん六つ目が小枝崎英林さん 7組目が、えー、白金アイドル塾さん8つ目がポニーさん9つ目がピーナスさんそして10組目が我らがフィール・ネオさんそして11組目が、えー、ホワイト・イーグレットさん12組目がミライ・ノートさん13組目がリリコチさん14組目がリンリンさん 以上14組で今回の尺取りバトル4は争われたわけなんですけども、えー、先ほど紹介した14組目のりんりんさんと6組目の小枝崎エイリンさん以外は皆さん2人以上のユニットという構成で出られていましたその2人だけは一応ソロの1人という構成で戦っておりました あね、本来なら本心ならですね1組ずつ。 こんなアイドルさんでこういうパフォーマンスをして、ここが良くて、ここがすごかったんですよ。で、こういう魅力があったんですよっていうのをね、一組ずつ丁寧にね、ご紹介していきたいんですけども、まあね、二関しそんなことしてたらね、時間が今溶けないんだけど、まあだいぶだいぶ時間がロングロングアゴな状態になって、いや、誰かしゃくれやねんっていう状態になってしまうので、まあ今回はですね、そこら辺は残念ながら、いや、もうえず割愛させていただきまして、フィールネオさんだけのご紹介という いう,ふうにさせていいいたただきたいと思います。先ほどもですねえ冒頭の方で割とご紹介をさせていただいた言わせていただいたんですけども各それぞれ1組ずつに与えられたパフォーマンス時間というのは5分なんですねで、まあ、大体この5分っていうのが1曲分曲1曲分ぐらいの時間になるとなんで、まあ、その時間内に割と自由にやってくださいっていうような感じなんですけども基本的にほとんどのグループさんがえー 1>, 1曲を丸々フルで歌ってパフォーマンスをするというふうな形になってたんですけども3曲分の各それぞれ1曲ずつの1番一番だけをこうグッと寄せ集めてリミックスのような形にしてパフォーマンスをするところもあったりあと1曲歌ったら大体3分か4分ぐらいだから12分余るんですよで。その時間をコントしたグループさん まあこれねでコンコンさんしかいないんですけどキツコンさんはいつも通りコントプラス曲っていうような感じでワンセットで5分でパフォーマンスをされたりまあそれぞれ本当に5分間以内ならどんなパフォーマンスをしても何喋っても何歌ってもいいよというような形になっててまあ何歌ってもいいよとは言いつつみんなねこう一応自分の持ち曲を歌うんですけどもまあそれぞれね自由にパフォーマンスをされておりましたそんな中ですね 1>, 1曲フルで歌ってそれで勝負曲としてポンと盛り上げて沸かして勝ちにいくっていうようなスタイルでございましたでその勝負曲っていうのは、えー、前日の、えー、インスタライブインスタグラムである生放送生配信そして、えー、ツイッターの方で、えー、皆さんにこう報告をいたしまして事前にこうファンの方にお知らせをして えー、それで皆さんと一体で一緒になって盛り上がっていきましょうというような形でですねパフォーマンスをされましたでその曲はアマからコーデでございます、まあですね僕らファンの間でもいろいろねあの曲に関しては予想をしてたんですよ でいつもね最後に歌う「アンコールラビット」っていうこれも結構爆上げできる皆さんで盛り上がって歌って飛び跳ねてタオル回してイエーイっていうような感じで盛り上がれる曲なんですけどもまあそれはないだろうっていうふうに言ってました実際あれはやっぱり最後の曲で上げて上げて上げて,上げてっていろんな曲で煽った上で最後に締めとしてはいっていうね爆上げしてシュッと綺麗に鮮やかに締めるっていうね 意味合いの曲としてはやっぱりぴったりだけどそれを勝負曲として一発目でドーンとぶっ込むにはまあまあまだどうなのよっていうところも僕らはあったのでまあそれはあ違うだろうなっていうふうに予想をしておりましてあそのですねうるせえな救急車。 その『アンラビ』以外で盛り上がれて勝負曲として使えそうな曲ってなんだろうっていうのもねいろいろファンの皆さんとか僕自身の中でもいろいろ考えつつ予想しつつ楽しみつつね前日を迎えてで前日に発表があって『からコーデ』という風になったんですけどもやっぱり僕としてもね予想してた曲の一つなのでまあやっぱそこはねうんあの『甘辛コーデ』来るだろうなという風に予想しておりましたっていうのがやっぱり『からコーデ』ってあの曲の最初 中間、最後にですねあのみんなで一緒にイエイイエイっていうところなんですよまあそのみんなで一緒にっていうのはフィール・ノさんが煽りで言うんですけどイエイイエイっていうふうにファンとフィール・ノさんが一緒にこうポーズをして叫べるところがあるんですよでやっぱりね、まあ、もちろん既存のファンもうすでにいるファンなんてできるんですよそんなもんでもやっぱり特殊なミックスを打たれたりその人たちしかわからないようなコールをされても やっぱり新規の人とか他のアイドルオタの方って分からないしついていけないんですよだからまあ萎縮して手をしてどれしとくかとかうんちょっと黙っとこうとかいうふうになっちゃいがちなんですけどそんなねピースなんてじゃんけんやったことないやつなんて多分この世に今いないですから生まれた0歳児かよっぽどのもうずっと隔離されてたぐらいのやつしかいないですからそんなね,ねピースやってって言われてねこんなことするやついないでしょね ピースやってって言われてこんなことするやついないでしょ、ね、だからみんなバカでもできるんですからピースなんてだからもうみんなで一緒にイェイイェイって言われたらそりゃねこのポーズやりますよで叫びますよイエイイエイってそりゃね一体感も出せますしいろいろ新規の人も既存のファンの人も取り込みやすく盛り上がりやすいようになるとでしかもやっぱりフィールネオさん自身もね煽りやすいみんなで一緒にイェイエイェイこれを みんなで一緒にっていうポーズとこのポーズを表示すれば大概のファンの人が盛り上がってくれるっていうのでやっぱりこう間合いもね煽りも入れやすいし結構盛り上がり曲としては日頃のライブであったりっていうのでも結構活用されてるのでかなりね手慣れてるっていう意味でもかなり勝負曲としても使いやすいっていうので,であとサビのとこのね「ふうふう」っていうのもすごくね使い勝手がいい。 で単純だからそこら辺のアイドルオタクなら大概わかる、うん、だからねしかもこれは主観になるけどこの「パンパンフーフー」の時のあやぽんさんね一緒に他のメンバーさんは割とねこう振りをちゃんとやってるんですけどあやぽんさんだけファンのポジションに立ってファンの目線っていうかファンのこうコールのポジションに入って「パンパンフーフー」って言うんですよそのフルフルがね いいいっていうはい、すいません個人的な主観が入りましたまあですねそういった観点からですね、まあ、結構フィルネオさんは盛り上がりそして一体感で楽しみやすさっていうのにもこう重点を置いてですね勝負ととして使ったんじゃなないいかなと思いますそしてですねいつものごとく前振りが長くなりましたけれども結果的にどうなったかと言いますと。 今回のですね、広島ロコドルシャクトリバトル4広島恋ラジ公開収録の優勝者はフィールネオさんです。よいしょルタイありがとうございます。ありがとうございます。よいしょよいしょねえねえねえよいしょねえ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 やっぱり皆さんね、フィールネオさんのパフォーマンス 見たららねやっぱすすごいなかかりますから、ね、実力フィールネオさんのパフォーマンスの賜物でございます。まあ、僕たちなんかね、それにねこうくっついてキャ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 してね、フフっつって、ね、盛り上がってただけなんで騒いでただけなんでね、まあ、やっぱり一番はねフィールネオさんの大手柄といったところなんでございますけども、合計点的に言いますとですね、フィールネオさんは128ポイント獲得して、えー 優勝されたんですけども、まあえー、最初の方にも言いましたけども個人ではですね審査員の方合計6名いるんですけども個人では20ポイントずつ持たれてますで最大で20ポイントつけれますよっていう感じなんですけどもなんとフィールネオさんの審査員のこうねしていただいた評価はですねなんと 全員が17点超え最低でも17点というね結構高い評価でですね、まあ、そこから1819となりましてなんとですね平成のぶしこぶしの徳井さんに関しましては20点満点つけていただいたということでありがとうございますいやもう本当にねさすがですよ見る目が違うんですよねちゃんとねバッチリこう見えてるわけですよさすがでございます本当にいやいやいや分かるしね分かるしねありがとうございます本当に いやーもうねこんな高い評価を受けてしかも優勝ということで本当にね、えー、もうありがたい限りでございます、えー、なんか最初のねあのフィールドさんのパフォーマンスが終わった後のコメントではですね徳井さんがねなんかやっぱたまにいるんですよこういう,こうパフォーマンスとかねして1曲歌っただけでも 会場を、ね、こう自分たちの色に染めて太陽のように照らしていくアイドルがねたまにねいるんですよっていうベタ褒めなんかもしていただきましてまあ嬉しかったですね。自分のことのようにむしろ自分のこと以上に嬉しかったですね。えー、もう宝くじが当たったよりも嬉しかった本当に <laughs> 当たったことないけど。 何はともあれですね、フィールネオさんが無事優勝いたしまして、今回のシャクトリバトル4は幕を閉じたわけなんですけども、まあ、その優勝者得点といたしまして、今後ですね、ラジオ第一広島恋ラジで放送されます、まあ、こちらが広島向けの番組になるんですけども、広島恋ラジで,です、ね、放送されるシャクトリバトル4の模様ではですね、一番こう長く、フィールネオさんの枠がやっぱ優勝1位ですから、 ね、放送を長くしていただけるということに加えましてこちらもですねラジオ第一の中国注目ラジオという番組こちらは中国地方向けの番組にはなるんですけどもこちらの方でもですねなんと、まあ、その尺取りバトル4の模様でフィールドさんをぐっと尺の方は長くして放送していただけるというような形になっております。まあですねね基本的には広島とか、ね 中国地方向けというふうにはなってるんですけどもいろいろ今ですねラジコだったりいろいろなんかそういうラジオがね地方のだろうが全国だろうがいろいろね全国で統一で聴けますよっていうアプリがなんか名前忘れたけどあるらしいのでそちらの方をダウンロードしていただければですねなんと全国でもこの広島恋ラジ中国注目ラジオこちらの2つ両方聴けるということなのでぜひぜひフィールネオさんのね 活躍ぶりもラジオで実際に聞いていただいて、えー、どんな模様だったのかっていうのも確認していただきたいんですけども広島恋ラジの方の、えー、放送予定時間がですね、えー、午後5時5分から午後5時55分まで。 でえー、5月の30日水曜日、31日木曜日、多分この2日間、両方放送されるんじゃないかなと思います、情報間違ったらごめんなさいというわけで、中国中文クラジオの方は、えー、午後5時5分から午後5時55分まで,で、えー、6月の8、6月の8金曜日に放送予定というふうになっています。 おりますさらにそれに加えですねなんとおそらく広島恋ラジの方じゃないかなと思うんですけどもなんとフィールネオさんがラジオの生放送にゲスト出演もいたしますでこちらの方も優勝者特典というふうな形になっておりました。 まあその他にもですねトロフィーやチャンピオンベルトなんかももらっていたんですけども、まあ、無事ですね今回のシャクトリバトル4は何度も言うですけどもフィール・ネオさんが優勝という感じになりましたシャクトリバトル後にもですねライブイベントがあったんですけどもそのライブイベントは前物販で行われましてなんとですね チャンピオンベルトであったり得点の書かれたボードを持ったメンバーさんフィールドメンバーさんと一緒に写真撮影チェキ撮影ができるというですね、いつもとは一味違う特別な物販が行われました。 ですね、その尺取りバトルと、えー、その後のライブイベントの間にもですね、えー、ファンの一部の方と僕らで集まって、えー、一緒にですねお昼ご飯を食べながら、まあ、祝賀会ミニ祝賀会をやるなんていうね楽しいオプションまでありましたけどもえ撮影している場所が変わってるんなこと気にすんなよもうそろそろ動画終わるんだからさ。 というわけで今回はですね、フィールネオさんのシャ尺トリバトル4の優勝報告と、まあ私といきがですね、フィールネオさんのおかげで最高の時間が、一日が過ごせたよという、えー、自慢の動画でございました。 というわけで最後までご視聴ありがとうございました。ぜひぜひチャンネル登録、コメント、高評価なんかもよろしくお願いいたします。あとですね、他にもショールーム7 5 5 Instagram、a m e w なんかもやっておりますので、ぜひぜひそちらの方にもです、ね、遊びに来ていただいて、フォローなんか、コメントなんかしていただけたらありがたいでございます。まあ、あとね、ショールームなんかはね、まあ、結構暇があれば定期的に、えー、できるだけ定期的な方向にも恐怖定期なんだけど、まあまあ、 ある程度ね、えーまあ、短いスパンで、その不定期が短いスパンでやっていけたらなというふうにも思っておりますので、気まぐれでやるんでね、ぜひぜひ、ルームフォローなんかしていただきまして、いつでも来れるようにしていただけたらなと思います。はい、というわけで、また次の動画でお会いしましょう。アリオスバイダロ 回動ける動ける <laughs> 手がだ <laughs> <laughs> <laughs>